旧小津製材門家では企画展松坂ゆかりの文人たちを開催しています。本企画展では松坂城下やその周辺から輩出した歌人や俳人、絵師や書家、はたまた知識人などの文人たちの作品を展示しています。今回はその中からいくつかご紹介させていただきます。こちらは古仙東方三家です。一市郡菅村、現在の松阪市尾上町生まれの探検家松浦滝四郎が古仙の拓本に空高く登れる蝶の二つ三つ、戯れ草になお残りけりと和歌を添えたものです。滝四郎は生涯を通じてさまざまな古仙を収集しており、この作品は竹城の古仙収集家としての一面を伺うことができます。こちらは荒木是水書籍です。松阪市中町生まれの書家荒木是水がしたためた書道の手本で、千字文や万葉集、和歌集からなります。是水は中町の商家荒木上越の長男として生まれますが、京都の佐々木静麿に師事して書を極めました。こちらは日本行脚文集です。伊沢村生まれの俳人大淀道風の俳諧紀行集で、7年に及ぶ全国行脚の間に読んだ自身の句や書家から送られた詩歌や俳諧がまとめられています。ちなみに道風は31歳で啓発して松島の瑞巌寺に隠棲しますが、この頃から1日に3000句を読んだことから道風を称したと言われています。旧小津製材門企画展松坂ゆかりの文人たちは4月3日日曜日まで開催しています。今回紹介した文人たちの作品以外にも、さまざまな文人たちの作品資料を展示していますので、ぜひご来館ください。